こんにちは。徳永雄平です。皆さんへの感謝の気持ちがたくさんありすぎて、一つ一つの思いをしっかり言葉にできるように手紙にまとめてきたのでこの場で読ませていただきます。すみません。早稲田大学に在学していた頃から14年、なかなか皆さんの期待に沿う結果を得ることはできませんでしたが、東京一筋で魂を込めて戦ってきました。リーグ戦でタイトルを取り、皆さんと喜び合いたかった。これはやはり心残りですけれど、故郷の長崎のサッカー界を盛り上げ、活性化させていきたい思いも強く、体の動く今、このタイミングでの移籍を決断するに至りました。クラブからは留意していただきました。ですが、やるなら今しかない、強くそう思いました。僕の気持ちを理解してくれたクラブの皆さんには本当に感謝しています。そして日本一のファン、サポーターの皆さん、強く愛されるチームとなれるよう、これからもFC 東京のサポートよろしくお願いします。ほんの少しだけ徳永雄平のことも気にかけていただけたらと思います。そして今まで支えてくれている家族、いつも支援してくれる株主、スポンサーの皆様方、そして選手、スタッフ、FC 東京に関わる全ての皆様に感謝申し上げます。最後になりますが、皆さんの熱い声援が本当に力になりました。今までの熱いサポート、心からありがとうございました。ここで徳永選手のご家族に改めてお願いします。来場の皆様、大きな拍手をお願いいたします。